私のチャンネルへようこそ。 JBN1 ビュー。赤字覚悟？嵐、キンプリラ、ジャニーズが明かす華やかなお年玉事情。日本の正月の風物詩ともいえるお年玉。一般的には家族や親戚の子供たちに渡されるイメージだが、芸能界では先輩から後輩たちに渡すという文化もあるようで、様々なエピソードが明かされている。本記事では、過去のテレビ番組などで紹介された、ジャニーズ事務所の華やかなお年玉事情についてまとめたい。幅広い年齢層のアイドルが所属しているジャニーズ事務所では、毎年12月31日に行われる NHK 紅白歌合戦の場などで、先輩グループが後輩らに対してお年玉を渡す、といった習慣があるようだ。嵐の櫻井翔は、自身が白組の司会を務めた2018年の第69回 NHK 紅白歌合戦で、セクシーゾーンやヘイ、セイ、ジャンプ、キング&プリンスの複数の後輩グループのメンバーにお年玉を渡したようで、テレビ番組の中でものすごい量が必要と明かしていた。そんな2018年の紅白歌合戦が初出場となったキング&プリンスへの永瀬角は、先輩らからお年玉をもらう側だったようで、翌年テレビ番組に出演した際には、皆さん弾んでくれて、本当にたくさんの先輩方からたくさんお年玉いただけて、と振り返りつつ、実際にもらったお年玉の合計額を告白。金額自体は放送では伏せられていたが、スタジオは驚きの声に包まれていた。また、キスマイフト2宮田俊也は、ある番組では、先輩の中居正広からもらったお年玉を全く手をつけていない状態で持参し、その袋を持った共演者が、分厚い、と驚いていたこともある。華やかな芸能界では、そんな豪快なお年玉も少なくないのではないだろうか。一方で、大勢の後輩らにお年玉を渡す先輩の負担は大きいようで、嵐の二宮和也は、2018年に放送されたラジオ番組、ベイストルム、ベイフム78の中で、去年すごかったからもうあげない。あげない絶対に、と前年が高額だった様子を覗かせ、後輩のジャニーズアイドルたちは、お年玉を渡さないと発言していた。また、キング&プリンスへの岸優太は、今年1月放送の番組で、後輩のジャニーズ JR、11人にお年玉を渡したことが大出費だったと言い、赤字だったんですけど、とコメントしている。層の厚い事務所であるだけに、若手であっても、お年玉を渡す側の苦労はつきもののようだ。芸能界での少し変わったお年玉事情。その金額や規模などから、特別な文化にも見えるが、もらう側の喜びや渡す側の悩みはそう変わらないのかもしれない。ちなみに、私たちは別のホットニュースを聞いています。ドラマ評論家が選出、2022年ブレイクしそうな若手俳優、ベスト3。ジャニーズから2人ランクイン。キャラクタードラマの誕生、川出処方新社 TV ドラマは、ジャニーズものだけ見ろ、宝島新書、などの著書で知られるドラマ評論家聖バレーはじめ氏が、2022年に活躍が期待される若手イケメン俳優を選出。ジャニーズタレントからは、若手2名の名前が挙がった。1位、キング&プリンス永瀬角、おかえりモネ、などに出演。2021年のテレビドラマは、ジャニーズ事務所出身の若手アイドルの躍進が目立った。その筆頭が NHK 連続テレビ小説、以下、朝ドラ、おかえりモネ、で、鮮烈な印象を残したキング&プリンス永瀬角だ。彼が演じた、旅賃、こと井川明は、東日本大震災で母親を亡くし、父と仮設住宅で暮らしながら、漁師として働いている。甘いマスクの持ち主でありながら、漁師という力仕事をしている旅賃はモテモテだが、本人は謙虚で、周囲の人たちに対し分け隔てなく接する天使のような優しい男の子だ。だが、その優しさの奥には、震災で傷ついた自身の気持ちを、誰とも共有できないという深い絶望と諦めがあった。物語終盤、ヒロインのモネ、清原果耶に、笑わなくていいよ、大丈夫って言いながら、
本当は何って思ってたの？と聞かれて、お前に何がわかる？そう思ってきたよ。ずっと。俺以外の全員に。トリョチンが感情をあらわにする場面は本作で一番衝撃を受けた演技だ。被災者ゆえに天使のような人間であろうと自分を抑圧し続けてきたリオチンはまさにアイドル的な存在で、だからこそ永瀬の芝居には説得力があったのだろう。キンプリはもともと若手ジャニーズグループのホープで、平野紫耀を筆頭にドラマ出演は増えており、いつブレイクしてもおかしくない状態だった。今回、お帰りモネで永瀬が本格的にブレイクしたことで、22年は他のキンプリメンバーが出演するドラマや映画も一気に増えるのではないかと思う。永瀬の他にも、ジャニーズアイドルの朝ドラ出演も増えている。現在、放送されている、カムカムエブリバディ、では、ヒロインへの初恋の人記事トーミノルをシクストーンズへの松村北斗が好演。王子様的な優しい振る舞いが視聴者の好感を獲得し、序盤の物語を大きく盛り上げた。2位、なにわ男子大西流れ星、夢中さ、君に、などに出演。NHK 以外の民放局ドラマでも、ジャニーズアイドルの躍進は目覚ましく、例えば、高校を舞台にした戦隊ヒーローものの連続ドラマ、ザ・ハイスクール・ヒーローズ、テレビ朝日系には、ジャニーズ JR 内ユニット美少年の6人がヒーロー役で出演した。もともと、ジャニーズアイドルの層は分厚かったのだが、スマップや嵐といった先輩の存在感があまりにも強すぎて、世代交代はなかなか進まなかった。だが、21年は特に若いジャニーズアイドルが頭角を表し、世代交代が進んだと言える。中でも深夜ドラマ、夢中さ、君に、で主演を務めたなにわ男子大西流れ星のインパクトは強烈だった。和山山の同名漫画を映像化した本作は、不思議な青春ドラマで、物語は第二子が演じる林ミラのエピソードと、若手俳優高橋文才が演じる二階堂ミーンのエピソードが交互に展開される。林は自分のことを、可愛い、と思っている変わった少年で、学校にある階段の数をすべて数えたり、教室で干し芋を作ったり、街中にある看板の文字を写真撮影して、SNS 上で文章を作るといった無駄なことに夢中になっている。何を考えているのかはわからないが、第二子の愛くるしい表情もあってか、林は文字通りの意味での天使のような少年で、彼と接した人々はみんな林のことを好きになっていく。SNS をきっかけに林の友人になる松山組、福本莉子の言葉を借りるなら尊い存在で、アイドルの第二子だからこそ成立する天性のハマり役だった。今年、林以上のハマり役に出会えれば、俳優としてさらに注目されてるのではないだろうか。3位、高橋文才、最愛、などに出演。一方、高橋が演じるもう一人の主人公二階堂民は、中学の時にモテすぎたことで女性に対して恐怖感を抱いている少年で、わざとダサいメガネをかけて陰気なキャラとして振る舞っている。林と同じぐらい極端な設定のキャラクターだが、どこかリアリティが感じられるのは、SNS などで常に他人の評価にさらされている若い子の困難のようなものが内面化されているからであり、その不安を高橋の芝居は掴んでいたと言える。そんな高橋は、19-20年に放送された、仮面ライダーゼロワンの主人公秘伝惑人を演じており、特撮ファンの間では、すでに知名度は高かった。21年は、夢中さ、君に、の他にも聞かざる恋には理由があって、最愛行きは友達以上不倫、末光、と立て続けにドラマ出演をしており、さらに存在感が増したようだ。中でも注目が集まったのは、最愛で、ある殺人事件の鍵を握る謎に満ちた少年を好演した。高橋が演じる役はコメディからシリアスまで幅広く、作品ごとにイメージが変わる。以前から、仮面ライダーシリーズは若手イケメン俳優の登竜門と言われており、小田切城、佐藤健、菅田将暉、福士蒼汰、吉沢明、
竹内涼真といった俳優を送り出してきた。そのため、高橋のブレイクも間近だと思われていたが、最愛で早くも注目を集めている。22年1月には、連続ドラマ、ドクターホワイトの出演も決まっており、来年は一気にブレイクするのではないかと思う。丸記事にリアクションしてみませんか？私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。